で、まず、京大の理学部の秋友先生に、お声をお願いしたいと思います。京都大学で学部教授の学部教授ですけれども、はじめまして、京都大学の秋友です。専門は、まあ、ここにもありますけれども、地球物理学、海洋物理学の、まあ、研究というか、若干あのプログラムと概念が変わってますけど、まあ、中身は同じことですので、こういう題名で、特に全学共通科目について、まあ、京大の、まあ、現状、あるいはですね、そこで感じる、まあ、問題点等をご紹介したい、そういうふうに。で、まあ、私なりにこの大学での私学というのはどういうことを、まあ、教えるべきかというか、というふうに考えたときに、まあ、3つあるんだろうと。で、1つは、まあ、自分たちが生きている地球、あるいはもっと大きい国や宇宙がですね、でどういうものであるかというのを知る、あるいは、まあ、そういう知識を持つ。で、そしてそういうそこに起こっている現象をどうしてそういう現象が起こっているんだろうということを理解する。でもう一つは、まあ、あの生きていくためっていう意味で一番大事かもしれませんが、そういうことを踏まえた上でですね、最近特にいろんな災害あるいは地震等が起こってですね、人命が失われたりしてますけども、そういうことに対してどう、まあ、対処するかっていう、まあ、基本的なリテラシーを得るという、まあ、そういう3つの側面があるんじゃないかと、まあ、で、そういう、まあ、あのそれをベースにしてですね、考えてみますと、京都大学のその地学教育ですね、特に 1、2回生を対象とした全学共通科目、まあ、それぞれ対応するんだと思うんですが、教養共通科目として文系、あるいは一部理系、そして、もう一つ、学問研究の基礎として、これは特に理系の部分で、そういうのが必要です。そして、全学共通科を合わせてですね、当然、その自然とともに生きる理系らしいというのを当然得る、あるいは任せるということが、まあ、決めて。で、地学教育、東大の地学教育ですが、あの全学共通科目、まあ、一応システムだけ簡単にご紹介させていただきますが、昨年度からですね、設置されました全学機構である国際、高等教育院がその、どういう形のどういう科目を持つかという企画立案を担当して、もちろんその下に、いろんな部会がありまして、地学は、地球科学部会とこういうところで、科目設定をしているとこういうことで、一応私はもうそのメンバーには、入っているんですが、次で、じゃあ実際に講義を誰がするか、講義演習を誰がするかといえば、まあ、それぞれの科目に、対してですね、責任部局がありまして、特に自然科学の場合には、ちょっとねじれている数学とあと理科、地学以外の理科というのは理学部が責任を持っている。地学部は、総合人間、まあ、歴史的な点もあってこういう。でただあの、責任は総合人間ですが、理学部をはじめ工学部の学部の部分というその研究所がですね、協力をしているというそういう体制でございます。で、具体的にですね、3つの文系、まあ、順番は全学で各理系をお見せしますけれども、具体的な講義をお見せします。で、文系って名を打たれているのは上の4つでありまして、何といっても、あ、まあ、赤で書いてあるのが理学部が実際に講義をしてて、上の3つが総合人間。で、下の青いところは理学部以外だとか、防災系だとか、エネルギー科学研究科学部などが担当しています。で、文系文系というのは、まあ、まさに教育、教養教育ということになるんですけれども、赤で書いて宇宙科学、やっぱ宇宙が非常に人気があるんですね。昨年度の履修登録者数は750人。それがまあ、それ
回に入れる部屋はありませんので4回やってでそれでまあ200名弱に落ちた形でやっておりますで、実際にはあの15回を先生が15人入れ替わってですね、それぞれ自分の専門の話をされるで一番上に地球科学入門っていうのもこれもあの220人と多いですがここはあの非常に、この有名な先生です、うんテレビでもこれは見られたテレビの出られるような有名な方がで、全学部系なんですが、最初地球の物理っていうのが我々は地球物理学教室でやったりしてあの宇宙科学入門と同じような15人の先生が入れ替わり立ち替わり、まあ、私も一つのまま、横に出させていただきます。まあ、100、10人の、まあ、履修登録が、まあ、基本的にはその文系の方がやっぱり多いです。で、あの文系全学っていう、あと、改正が2月にありますが、全改正なんですが、この辺りを指定すると、それ以外の、例えば文系の科目や理系の人って単位取れないんです。だから、そのみんな取ってほしいと思うと、全学文系の全改正文系というふうにすると、誰でも取れるっていう、まあ、そういうことになる。で、まあ、ここにはあ示してませんが、あのその他、数人でやるゼミなんかもやられています。で次があの理系のあれですけども、上からずっと、基本的にはまあ、あのちょっと理学部の視線から言ってしまいますけど、ここより上が、あの基本的に担当されている総合人間なんですね。あの理学部の先生も手伝っておられるんですが、こういう感じになる。1回生用とあと2回生で、一回生用で、ここの、基礎地球科学 AB というのは、これは入学した人が初めて受ける理系の中学ということになりますが、これは2回ありまして、それぞれ350名程度の実習が、登録が、で、まあ、あと実験もですね、まあ、実験でありますと、ちょっと設備のその関係もありますが、こんな数多くないですが、まあ、それなりの数が、で、ところがまあ2回生配当になってくるとなかなかちょっと少なくなってくる。で、これはいかに、なぜにというのが、この理学部総合人間の理学部のプラス指定科目であるというまあそういうことで、そのあたりをちょっとでこれがまあ一時見えないと思いますが。これは要するに全学部生に対するプラス指定科目がこの一覧に載っておりますで縦軸が月曜日から月曜日の1から5限までそして最後金曜日の1から5限までで横が各学部でありましてここの赤いところが理学部ですで理学部より右側は理系でありまして左側は文系まあ1回生用のプラス で要はクラス定っていうのは、学生は例えば理学部だと300人ぐらいいますから例えば何か微積分の講義にですね300人が押し寄せたんじゃとてもじゃないけど講義にならないんで、どういうクラスの人は何曜日の何限目に受けてくださいという要するに人その学生の数を調整するためが本来の目的なんです。でそういうふうにやっていきますと理学部の場合こんな講義になっちゃって、ほとんど空白がないというまあ、こういう状況で実は、先ほど1回生の、基礎地球科学っていうやつあるいは実験っていうのはプラス指定がされてる2回生はプラス指定がされてない、まあ、多分まあそれだけでもないとは思いますが何かそういうことも一つ関係しているということでちなみにこのプラス指定されてるとですね学生さんはみんなこれはこの講義を取るならこの要件で取ってくださいというのが趣旨なんですがここに載ってると取らなきゃならない時間割というふうに勘違いしちゃってみんなここにあるんですよ入れちゃうであの一つの分析としてはそうやってあるもの基本にあるものを全部自分の講義の中に入れちゃうから
いっぱいいっぱいになって、その勉強が追いつかないということで、それでこう、ドロップアウトしてしまうという、そんな分析もあってですね、このクラッシュでもっと外せと。というふうに言われているんですが、逆に言うとこのプラス指定を外すとですね、要するに学生の目から消えちゃうんです。だから実は違うんですね。プラス指定する必要ない。全クラス一つでやってる。でそう言われたんですが、これをこの表から消えちゃうと学生の目につかなくなるんです。でだから残してくれと言って、残してもらってというそういう。実際はで、理学部を中心に言いますと、先ほど繰り返しになりますけども、こういうクラス指定科目であるからこそ、この地球、基礎地球学部ですね、かなりの。で、実験の方もですね、一応クラス指定でありますし、もう一つ、実験というのは、まず前期でですね、複数の実験を、グループに分かれながら順次を行う。だからみんな同じことを行わず1回です。で、後期の場合はですね、半期に1つだけテーマを決めて半年かけてやります。そういうシステム。で、これ先ほど秋元先生の方からも話がありましたけど、要するに地学っていうのはこう自然を相手にした、言うならば自然が実験室だ。そういうことを考えると、その他、科学とか生物とかそういう実験というのはある意味で基本的な実験の方法なり何なりを学ぶという色彩が強いんですけども、地学の場合は、そうじゃなくてですね、何を見たいか何が測りたいか、場合によっては、まあ、地学のその、担当の教室の予算の中で、ね、こういうものを測ってみたいというか予算が許す限りは作ってもいい、買ってもいいという、まあ、そこまで緩めて、ね、まあ、学生の実践に委ねた、そういう実験を行う。で、我々、美学3回生に、系統録、地球に系統録してきた人にですね、こうアンケートを取るんですね、毎年。そうすると、必ず、ね、どんな講義、あるいは演習が、この1、2回生、ね、全学の時に、きっかけになったかという話を聞くと、必ずと言っていいほど、この、この後期の実験なんかが、書かれています。そういう意味じゃ、ある意味非常に機能した。ただ一人二人なんで、それが5人10人になってくれると嬉しいんですが、でも非常にユニークな実験が、ここにあります。で、ただそういう一方でですね、二回生配当の講義なりになりますと非常に数が減っているんですね。なかなか分析は分かんないですけども、そのクラス指定されてるから、なんか時間割のように取るけども、2回戦になると、途端に見えなくなっているルールとかもしれない。そういう意味では、なかなか、大学入ってきてですね、入ってきて地学をっていうことでは、1年だけではなかなか難しいなるかもしれない。で、少し理学部、理学研究科で地球科学を目指す学生の現状っていうのをちょっと考えて、まあ、田島先生の話とか、僕のところは分かるんですけど、理学科っていうのは、理学部っていうのは基本的に理学科一学科制でありまして、全員色をつけずに320人が、入学して、で、まあ、伝統的には物理とか数学とかですね、こういうのがやりたいって思いながら入ってくる人が多い。で、3年進級時に、数学、物理、化学、生物、ね、地球ですね、県に配属されるわけですが、地球の地球物理は24、地質鉱物が15名の定員。で、天文学の方は、物理系なんで、ちょっと地球惑星科学系ではない。で、現状どのくらい入ってきてくれるかっていうと、まあ、地球物理で見ると、まあ、先ほど、表現ありましたように、高見先生の表現ありましたように、定員程度か、若干、切れたりもすることになります。で、よく、まあまあ、そういうのが現状でありますね。で、我々、要するにその更新といいますか、今後のこの、
研究者を育成したいというのが我々の一つの大きな希望であり使命でありまして、じゃあ地球物理学を目指そうという人どういうことを期待したいかという、まあ、こちら側の考えですが、一つはよくまあこれは別に僕のあれじゃなくていろんな人がの話を聞いているとこういうことかなと思って、紹介するんですが、まあ高校までで特に地学をやらなくてもいい、とにかく数学や物理というのをきっちりやっておいてくれる。でそうしてやれば、それらをですね、基礎とした物事の断りっていうのが地球のいろんな現象を支配してるんだということは大学入ってからやりますよ、こういうふうに、まあ、言う方も。でまあただ、じゃあいつ地学に興味を持つのかっていった時に、大学入るまで何もそういうことを知らずにね、来て、1年2年でそういう気になるかっていうのはこれはなかなか、難しい面もあるかもしれない。そういうで本当の理想はこう小さい頃から興味を持っててですね、それを目指してそれのための数学や物理を一生懸命勉強するというのはもう言うことなしのあれなんですが、まあ、なかなかそうはいかないというのが現実かもしれません。でまあ知覚的な、まあ、興味を持ちつけた要するに、まあ、知覚的なものの捉え方みたいなものですね、こう意識せずともなんと話にそういうのが身についてるというのがありがたいなという気がします。で身近な要は、我々地球、地面の上に立って大気の中に生きてるわけですから、そのまさに我々の環境がの、勉強っていうか、学問が違うと思います。で、まあ、もちろんもっと広く捉えれば宇宙への好奇心であるとか、本当哲学的に人ってどこから来たんやろうとか、なんてそういうところまで、思いを及ぶかもしれません。とにかく、我々が日々生きていく中で常に、接しているというか常に分かっ付き合っているそういうことをどう捉えるかっていうことなんですが、ところがまあ、身近な自然を当然感じながら人は生きているんだろうけども、まあ具体的な方向地のことなんだとはそんなに多くで、まあいろいろ考えて、まああまりに日常的すぎて学問的興味にならないんだろうと思ったり。まあ、一つは学ぶ内容が非常に、多種多様である。それは感じなんですけど、大学受験科目でなきゃそこまで手が回らない、理学、東大でも、二次試験で地学が取れる、まあ、理学部、農学部、総理も、まあ、3つだけです、ですから答案の数もですね、他の理科と比べると一桁どころか二桁ぐらい違う。で、じゃあどうしたらいいのかなと思った時に、まだ時間ありますか？多少は大丈夫です。これは、自分で、自分のことをまあ振り返ってみたっていうことなんですが、で、なんでこういう世界で来たかっていうのは、まあよくあるパターンですが、天気図を小さな頃に書いて。で自分がいるところの天気が、ね、地球を取り巻く大気の運動とですね、どう関わってるかということに関して何か、まあ、分かったじゃないですけど、こう興味を持ったんですね。でそれによって何かこう地球自分が生きている地球のスケール感を持ってこう自然を、まあ、感じ取れたのかなと今思うと感じたりします。で、気象学が学びたくて大学入ったんですが、ちょっとした結果で海洋物理の方へ進みさせて、で実際その時は海流といや地図帳で習った海流がしかしない、まあ、まさに地図帳というか地理で習ったという話なんですけども、まあただそうでありましたけども、まあなんとなく今ここまで来られたのは、まあ最初の研究に遡るのかなと思ったりもしてね。で一つだけちょっとだけあれでいいんですけど、私もそうなんですが、海のことというのはなかなか初等中等では取り上げられないというのがありまして、学会レベルで、ね、非常に期間を持って、教育問題研究会などが学会に、ね、2回あるんです。
大会ごとにですね、いろんな、まあ、その子どもたちを対象にした、あるいは、小中高の先生方と一緒にですね、新興人向き合って、いろいろ取り組んでいるという、まあ、そういう現状があるわけです。で、もう終わりますが、一つだけ、私が先ほど言いました、この全学教授の講義の中で、まあ、いい例、いい、うまく機能しているかどうかは別として、こういう絵をです。で、これ、潮汐の話なんですけども、例えば、まあ、海の近くに住んでいる人であれば、海がこう上がったり下がったりするので、小さい頃から知っていると。で、それを一点で上がっていれば、これ、横に時間軸が取ったり、こう半日に1周期ぐらいこう上がったり下がったりするようなことがあります。で、もうちょっと、足を伸ばしてですね、ちょっと、ナルトでも行ってみようかというと、もうちょっとこう空間的に広がりの渦を知ることができます。でもこういうこともこういう渦もですね、地球規模で見ると結局こういうことになる。要は潮汐の波がですね、大きな海をぐるぐる回りながら、結果陸地に沿うところでこういう我々がよく知っている現象を引き起こすというこういうことですね。でこれをよく見ると実はこれに地球のこういう潮汐があり、地球の自転が効いてるっていうのを、まあ、見る人が見ると見えてくるという、まあ、そんなことを例として、いっぱいも時間がありませんので、一つだけ紹介してみますと、これはまだ案の段階ですが、こういうことを違う、まあ、違うじゃない、統合科学的目分という。そういう別の科目がそこでですね、要するに総合自然災害科学ということをやらなきゃならないんじゃないか。で、自然現象の発生メカニズムを理解して、それらによって引き起こされる災害に対する防災・減災の方策。で、その方策について、その場でですね、教員と学生がいろいろディスカッションしてですね、いろいろやっていく。そういうことによって、災害から身を守っていくっていう、そういう講義、まあ、講義と言っていいのか、あれですが、そういうタイプのものも作っていく必要があるということで、いろいろ進んで、もう時間がないので、まとめとして、大学の、京都大学では、全学の地学というのは、知ることと身を守ること、そして学問の研究室の基礎を与える。で、その基礎は大学でやるべきか、大学まででやるべきか。で、大学でやるには時間が短すぎる。1年、2年、やっぱり短い。もう一つ、大学まででやるには忙しい、まあ。こういう事情があって、なかなか難しいんですけども、じゃあ何を我々は、あるいは、その当人の子供って何にしても、何をしてほしいか、何ができるか。で結局は、まあ好きな身のところへ落ち着いてしまうんですが、日常に地学を見て触れられる環境状況を、まあ、作れるというふうに、まあ、結局そういうことを思います。はい、ご質問、コメント等ございました。きっかけの部分ってすごい天気図っていうところをおっしゃったと思うんですけど、まあ、小学会で聞いてると、まあ、その話は結構多くてですね、まあ、そうなんだろうなとは思うんですけど、実は僕はそうではなくて、でその天気図を興味を持つ子どもがこういう学問分野に入っていくっていうのは非常に自然だと。でそうじゃない、まあ、僕のようにあまり子供の頃に地学に全く興味がなかった、だけどいろんなことから入っていくっていうところは、まあ、なんていうか確率的じゃないいろんなストーリーがあるんですけど、僕はそこの広がりを大事かなと思ってて、その、まあ、天気図に興味があるっていうのは、まあ、一つの代表的なストーリーなんで、まあ、それはもう、まあ、ある意味すでに確立していてですね、まあ、一定数の子供がそこの道には入ると思うんですけど、そうじゃなくてそこじゃないところをどうやって広げるかとか増やすかとか、そういう話かなと僕は思ったりしまして、で、まあ、僕個人
の話でいくと、僕はたまたま大学で会った先生が面白かったから、で人物から入ってるんですよ。で学問の楽しさに気づく前にまず人物が楽しかったんですよ。僕の指導教官の先生がたまたまなんでこの一年中ニコニコしてるのかよくわかんないけど、まあ、この人が面白そうだってその人を選んでみたらその人が気象学やっていたっていう、そういう順番なんですよ。で、それでいくと、気象学とか全く別な分野ですけど、生物とかでいくと、と京大でもハクビ研究員とかができて、でそこで今僕がものすごい面白い人だなと思ってる同じ世代の研究者がいて、でバッタ博士なんですけど、まあ、彼はファーブルから入ってるんです。でそれも結構同じだなと思って、その人ある人から入ってその分野に入っていくっていうのは、要するにバッタなんて絶対食えないわけですよ。絶対食えないけど、その人は圧倒的にそれにのめり込んでって、もうそこから出ようとも一切思わないで入っていくっていう、まあ、熱量が半端じゃないっていうのがあってですね、なんかそのいろんなストーリーがあると思うんですけど、まあ、だからその王道だけじゃない、こんな異常なのもあるよとか、人を引きつけるストーリーをこういろいろ用意して、幅を用意して、どっからでも入れるよっていう状態をこう誰かの前にこう出していくっていうのがどっかで必要なのかなっていうのは、このきっかけをお聞きしてちょっと感じたんですけど。そう、はい、まさにそうで、その最後のこのまとめで結局月並みな話になりましたっていうのはまさにそうで、いろんな人がいろんなきっかけでこの世界に、まあ、別の学問もそうでしょう、そうだと思うんで、だからまさにそういういろんな間口を持ってるっていうことが大事だろうと思うんですけども、まずそれだけです。でもう一つは、そうした時に結局人に何か、まあ、例えば先生にこう惹かれてっていうのはありましたけども、そう結局だからその個人的なそういうところへ来ると、結局それぞれの先生がどうか、でそれぞれの先生、例えば僕にしたら結局その本で読めることは本で読めばいいけども、逆に自分でしか言えないこと、伝えられないことっていうのがあるわけで、で自分が経験したことしかある意味では言えば教えられないで、その先は自分で考えてくれよっていう話になって、ただそういうことをいろんな先生がいてそういうのに触れられるっていう状況っていうのが一番大事。そういう意味でこの地学っていうのは、まあ、大学の中も、まあ、もちろん教育の数少ないとは思いますけれども、それまでのところもなかなかそういう巡り合わせ、天気図でもいいし、その潮汐でも何でもいいんですけど、巡り合わ会えるチャンスっていうのは非常に少ないというそんな感じがしています。だから全くおっしゃることは全く同感で。少し今その専門家を目指すぐらいの話だったんですけども、それと別にさっきの中の電脳教育の中でその宇宙物理の文献系の教育の関係なんです。それであれだけ集まるというのは宇宙物理の方、実はだから理系じゃなくて文系の方にそういうのがあって、それが一般に広がってきてですね、だからすぐにじゃないけど次の世代で例えばなんかそういうのが、まあ、学んだ人がその子供かというようなぐらいのスケールで考えた方がいいんじゃないかというと、なかなか今先ほど秋藤さんがやっていくこちらがなかなか理系文系向けの教育と幹部っていうのは負担がちょっと大きすぎるというのがあると、やっぱりそのまだ良くなって全学向けだったら少し理学も良くなるんですね。まあその辺のまあそれはやっぱりボリュームとかいろんなことがあるので、もう逆に言うとその天文の方にもう割り切ってそういうのはそれ立派だなという気がします。ですからちょっと最後の方にあるのは防災防災だと思って、でこれなんかは本当にもう理系じゃなくて、もう文系とか関係なくこういうので知ってもらったら非常に重要なんじゃないかと思います。これはあれですか、科学となってますけど、これはサイエンスを教えるっていう意味なんですか、この科学の趣旨ですか。いや、だからそういう自然現象、災害を生むような
発射電熱量がどういうメカニズムで起こるかっていうことから始めて、で災害が起こった時にどうするかっていう、そのまず原理を知るという、そのことも含めてっていうのが、まあ、趣旨ですよね。他に、はい、あの、はい、ハーブね、私やってるんですけど、大学でもちょっと講義を持ってまして、その関係で先生の紹介していただいた実験の中に地球科学実験というのが大変講義があって、で、講義が一つのテーマにを与えるというのがあって、すごいあの無理な講義があって羨ましい。で、それを取った学生は3回生になった時にどの分野です？ですね、そういう追跡はちょっとできてないんですが、あの地球上であればそのためにアンケートを取りますから、大体あの何人かが取っているっていうのは分かるんですけど、は地球のそれで興味を持って、地球とか地球の方に学生もいますっていう。あ、それでも逆に言うとそうじゃなくて違う分野の人たちも当然いますよ。そうです、ね、でそこの僕は結構好きで、さっき福田先生のコメントに近いんですけど、その結局学部が大学院で学ぶかと思うんですね。で学部の場合は、うん、将来の研究性を見込むが多分正直言って1割もないと思います、全国的に。だから現実問題、それ以外の人はほとんど違う分野に行って、仮に理系の会社に行ったとしても大学で学ぶことをダイエットとか熱を組んですけど、彼は社会に出た時に薬品も含めて文献の分野で資金ことになるんですけど、この地球科学を通して学んだ価値観みたいなのですね、もっともっとこう有効利用させていただける世の中になってほしいなっていう僕は願望を持っていて、そういう意味でまたもこういうの使えるのかなと思ってるんですけど、そうですね。だから結局地学って最後全ての人にとって、自分の生きてる世界の話で結局そこに戻っていくんですけども、そういうことも含めてね、あの、まあ、教育をしていく必要があるんだろうと思います。よろしいでしょうか。はい、どうもありがとうございました。続きまして、京大理学部の宮崎真先生、京大植物教室が提供している学部科目の構成と狙いというタイトルでお話しします。よろしくお願いします。京都大学宮崎と申します。よろしくお願いします。私はもともと大学は京大でもなくずっと縁がなく来ておりまして、何年間ぐらいですかね、巨大の地球物理の方へ、赴任いたしました。今竹本先生、福田先生に続いてきている、まあ、第一講座、地学講座の方の准教授をしております。よろしくお願いします。で、私は地球物理学教室が提供している講義について話してくださいということでしたので、ややこう専門に近い話になると思いますが、ちょっと北野先生、いえいえ、この間に私のちょっと、なぜ地球物理に進んだかという話を申しましたそういったサンプルを集めるのはものすごく大事だと思ってまして、で学生さんからもいろいろ集めていた方がいいと思うんですけれども、子供の頃、まあ、親が百科事典を与えてくれまして、買い与えてくれまして、まあ、10冊ぐらいあったうち、気がつくと宇宙、気象、地球というものばかり見てました。ですので、まあ、言ってみれば生粋というかそちらの方面なんですけれども、まあ、どちらかというとこう宇宙を目指して、宇宙の果てはどうなってるんだろうか、そういったことをこう小学校時代からずっと、まあ、夢を馳せて過ごしていきました。それで、まあ、それでも中学校ぐらいまでは特にこう地学をやろうとかそんなことは思ってなかったんですけれども、高校に入って高校1年生が私同志社高校という高校でして、大半の人は大学にそのまま進学します。その関係で、理科社会のほぼ全科目を教え履修するんですね。1年目に地学がありまして、
で地学の先生が非常に先ほど先生という教科の話がありましたけれども非常に高校の地学の先生が地学は男のロマンであると化石の写真を見せては俺はロマンだとそれはもともと面白いだろうなというのでそこでスッと吸い込まれていくようにして地学に興味を持ったというのが、まあ、かなり人生の分岐点だったと思っています。まあ、それでもう一つはあと化学があまり好きではなかったので思い切って地学で勉強してみようと。でただ地学で入試科目、一応京都大学を目指してダメだったんですけれども地学で受けると非常に限られてきますので一応当時英美に行って国公立理工を受けられる時代でしたので、まあ、ダメかもしれないが京都大学それで、まあ、ダメだった場合に東北大学という形で地学が大学を受けました。やはり苦労するわけですね。特に先ほど地学に触れる機会がなかなか高校でないと武田先生の話がありましたけれどもなかなかこう受験、やっぱり受験勉強で目いっぱいですから、受験で地学を選択しないと、地学をやる余裕はおそらくない。で、地学を受験で選択すると、全く資料が皆無に等しくて、どうにもならないですね。で、出てくる問題は、作ったことがあるなんてあれですけど、なかなか難しいですね。たくさん、技術など計算とか用意されて、非常に大変。で苦労した、記憶がありますけれども、それでも一応、結局東北大学の方に入りまして、理学ということで、地球物理を専攻するということで現在に至っております。でちょっと前置き長くなりましたがそういったことで私はもともと東北大でして東北大で受けた地学地球物理の教育とここで京都大学に提供している地球物理のカリキュラムというのはちょっとこうだいぶ違うなという印象を持っております。でそういったなんか対比しながらお話ができればいいかなと思っております。で、先ほどからずっとこんな話が続いておりますけれども、で持続的発展のためには人材が必要であると。で、我々の場合は、先ほど理学部、理学科として一学科であるということを先生紹介されましたけれども、ここでやっぱりこう1、2年次を置いて系統録してもらうというのがまず一つですね。ここで入ってきてくれる人を増やすというのが一つになります。で、そのためにどうするかという視点がどうしても入ってきます。東北大はもともと物理系、物理とは勝負なんですけれども物理系として入ってますので物理科っていうのが地球物理科という選択肢だったんですけれどもそれに比べると非常にこう敵が多いという敵というかございますけど相手が多いと思います、ね。その中でどうやってこう学生を獲得していくかという横島のことを考えながら、おそらく東部の、先生がされているんだと思います。で、かぶりますけれども、志望者としては物理と数学の志望者が多いと。ただ希望を取りますと意外と第二希望というところで地球物理は、ね、大体60人ぐらいおります。第一希望は10人程度なんですけど定員24に対して十数名なんですけれども第二希望を言うと60何名おります。地質学も似たような状況だと思いますけど第二希望の方が多いんですね。ですので潜在的な興味は多分結構持っている学生は多いであろうと。ただ自分はやっぱり物理をやったり数学をやったり、難しいことにチャレンジしたいというようなことだろうと思うんですけれども、そういうことでなかなか第一希望にはしてもらえない状況にあります。で、そういうこととですねあと緩やかな専門家という、スローガンといいますかでありまして理学部に入ったらこう広く勉強してくださいと、最初は広く勉強して徐々に専門を狭めていきましょうというスタンスですので必修がありません。必修がないので学生は、好きな科目をやる。でも最初から物理数学を学んでいる学生は、それしか勉強しなくて済むわけですね。
ですので、なかなかこう地球惑星科学、まあ、先ほど2回生以上になると履修者減るというお話がありましたけれども、そういったことも影響して、なかなかこう留学がない状況であります。でちょっとこう字が小さくて申し訳ないんですけれども、まあ、そんな中で我々が提供している、学部科目ですね、全学共通以外の科目を、コース3という形でまとめたのがこのようです。ちょっと後でまた個別に大きな字でお見せしますけれども、一応こう2年次から、教室提供科目が始まりまして、地物系概論科目、基礎科目1、地物地工学科目、それから地工系概論科目、基礎科目1、このあたりで2回生、大体全校期合わせてそれぞれ7、8科目程度ですかね、を提供しております。で、それを受けて、系登録してくれたら、ここから発展する形で、地物ですと基礎、さらにこう、それぞれの分野の、ベースとなるような科目があって、そこからさらにこう教室の、講座の名前を付したようないわゆる冠科目ですね、へと発展していく形をとっております。で、主にやっぱり低登録してもらうという視点もありますし、あと、学生が大学で、全学共通と並んで、地学に触れる数少ない機会であろうということで、2回生の科目を中心にお話します。で、この段階で我々が目指すのかということは、おそらくその地球物理学と書きまして、地球惑星科学、地球を含む地質鉱物を含めて地球惑星科学ですね、をという学問の存在をやっぱり認知してもらう学問として、我々は当然ちゃんとやってるんですけれども、そういった学問がちゃんと行われているということをまず認知してもらって、どういったものであるかということを知ってもらう、で、願うは興味を持ってもらうということが、この段階で我々が目指すことであろうと思います。で、ですから、何とかしてこう選択してほしいと思うわけですね。で、昨年度地球物理系の科目を取った履修者が軒並み減りまして、ちょっと危機感を抱いて思います。今年度は若干戻ってはきているんですけれども、履修者が減っていく傾向にあります。それはおそらくちょっと話がそれますけれども、全学共通でキャップ制といいまして、こう取れる単位数の上限が、決められてきました。でそれでできればこうあんまりこうたくさん取らずに、最低限でいこうというような意識も学生には働いているのかなと思います。そうするとやっぱりこう最初にどうしても切られるのが地球惑星科学なのかなというふうにも感じております。なんとかしてそれでもこう科目選択してもらえないのか、それから取ってくれた人、さらにこう興味を持ってくれた人をなんとかこう話さないで、ようにするにはどうすればいいということも考える必要がある。その2回生の配当として、こういった先ほど言いましたけれども、地球物理の概要、それから基礎科目1という形で、一応こういった形で科目を提供しております。で具体的な、科目名を書いておりますけれども、それぞれその前に、ちょっとこの後の学年の話を先にお話ししますと、その後3回生、系統録してくれた人が主になりますけれども、3回生になると、これから地球物理学生で学習する上で基礎的な科目を、学習する。できるだけ地球物理全部を勉強してください。地球から太陽系ぐらいまで含めて、一つの系として捉えていくような視点、これから重要になっていくと思いますので、あんまりこう最初から専門に捉えず、緩やかに専門化していってください。で、最後に、その3回生の勉強科目が、こんな形で、データ解析法とか、あるいは各分野の基礎となる物理、それから、それを受けて各分野で、各分野の基礎科目ですね、こういったものを提供しております。
それから3回生で、1つその大事なのが課題演習と呼ばれるもので、DA、DB、固体系と流体および粒子系が2つに分かれています。でそれぞれが、月曜の午後、それから火曜の午後という形で半日ずつ、のそれぞれ半日ですね。DA、DB が前期で、DC、DD、これも固体、流体および電磁気で、後期、半期で行われています。でこれもあの先ほどの地球科学実験と少し似ておりまして、DA、DB の方はあのそれぞれ DA と DB で 3つから4つの課題があります。それを全員がこう順番に受けて回る。地球物理の各分野をこう見て回る。で、まあ、私の研究室だとこんなことやってるんですけれども、あの水準測量とか重力測量をして、重力異常を求めるというようなことをやっておりますけれども、そういったことを各分野でやるというのが、前期の課題演習。で、後期の課題演習は、まあ、DC、DB それぞれ6、7課題、提示されておりまして、学生がやりたいのを取ると、まあ、若干その人数のアンバランスは調整しますけれども、自分が興味がある課題を1つ選択して半年間進めていくというような形を取っております。まあ、今によってはこうかなり優秀な人だとかなり研究に近いようなものを出す人もいるということですね。でその後4回生、4回生になるときに、まあ、基本的に学生は研究室に配属されるんですけれども、まあ、1年間かけて、まあ、課題研究、卒業研究を行う。それと、まあ、それと並行して、まあ、こういったそれぞれの講座が提供するようなトピックを勉強するというような、まあ、システムになっております。で、2回生科目に戻りますけれども、まあ、あの狙いとタイトルを書いてしまいましたので、ちょっと狙いを簡単に発表しようと思います。で3本の柱と書きましたが、1つ目は、まあ、これが一番私が大事かなと思っているんですけども、地球物理学の概要です。概要をまず勉強したい、してほしい。でこれ実は2年前ぐらいまでは地球物理、地球惑星科学入門という講義でした。でそちらは、3人ないしは4人の先生が自分の研究分野の話をされて、で、まあ、言ってみれば学問の面白さを伝える科目です。でそれで、影響力をしてくれる人も少なからずだったというのは事実です。でそれをあえて、地球物理学の概要という形で書いたんですけれども、このお話しますが、これはやや教科書的な科目でして、高校で、まあ、ほとんどの人たちが取っていない。で例えば3回生になった時に重力異常を求めましょう。でも重力異常って何ですか、知りませんという状態のまま重力異常を求める、まあ、例ですけれども、そういったことを、まあ、できれば避けるというか、重力異常というのは何ぞやというのを知ってそれをやると、さらにこう興味も深まり理解も深まるというので、そういったことを、まあ、もともと何とかしようというところから、まあ、これのデザインから始まりました。でちょっとスライドを飛ばしますけれども、どうですか、で本当はこの全学共通の先ほど出てきた基礎地球科学がですね、これを担ってくれると個人的には一番いいなと思ったんですけれども、ね、この科目は担当者1人で半年間かけて、その先生の地球科学の見方を、まあ、教授されているというふうに伺っております。でそこは話し合って、今ちょっといろいろ話し合いをしたんですけれども、そこは変えたくないという強い希望があるということでしたので、これは一覧見てごとに、でその代わりに2回生で、教科書的な内容をやりましょう。で、まあ、そこ で、まあ、目指す内容といいますかね、一つは理学部生としても地球物理とかって言いますけど、まあ、地球惑星科学とリテラシー、先ほどからリテラシーという言葉が出てますけれども、まあ例えば災害が起こった時でもいいですし、エネルギーの問題が起こった時でも何でも
と思いますけれども、理学部を卒業した学生として、どう対処して、そういったことにどう対処したらいいかというのを自分で考えられる基礎とする知識を身につけてほしいというのが一つの狙いですね。それから二つ目の狙いは、これは非常に横島な狙いですけれども、系統力を増やしたいと。系統力を増やしたいという意味では、先ほどのお話しました以前の科目の方が多分有効にだったのだろうというふうに思いますので、そういった関連する最新の研究紹介は今の概要にも含めましょう。でここで学問の面白さといいますかね、そういったものも伝えるというようなことを、担当の先生にはお願いしております。でさらには、課題演習で扱うような項目はその旨を話してみたりとか、地球物理系、あるいは、これは地球物理ですが、地球物理系に進むとどういうことが起こるんだろうか、どんなことが、出てくるんだろうというのを事前にこう知識として与えることができるかなというふうに思っています。これが地球物理学概要ですね。それから一つ、地球物理記号の学生に基礎知識の習得、これは言うまでもないことですけれども、最初から希望してくれる人も、あらかじめ知識を入れてください。それから、2回生科目で前期にあるの観測地球物理学というのをやっておりまして、これは観測の原理とか得られるデータの紹介、それからちょっとユニークかなと思うのが演習が別にありまして、これは地球熱学施設の別府と阿蘇でそれぞれ3泊ですね、3泊ずつ、夏季集中という形で、観測の体験をしてもらっています。これはどうしても施設の都合上上限20名なんですけれども、結構参加した学生さんに非常に評価の高評を持っております。これがきっかけで系統録しましたという人もいますので、これ結構大事な科目かなと思っています。それから後期になりますと計算地球物理学、地球物理というのはどうしても計算機で話せないですので、その基礎を見つけてくださいという感じです。でこれにも演習がついておりまして、非常に学生さん、四苦八苦する学生さんも多いんですけれども、頑張ってこうプログラムを書いてもらう。でこれをきっかけに復帰登録してくれる人もいます。なので演習結構大変なんですけれども、担当するとこう一生懸命、我々も一生懸命学生さんと苦労しながらプログラムを作るというようなことをやっております。あとはですので、こんな項目があって、それでちょっと東北大と比較という意味で、課題演習というのがありますけれども、東北大の時は私は地球物理学実験というのがありまして、それは3年生3回生の、1年間、火水木の方がずっとそれでした。で前期は2課題 で前期は、その課題1、物理常数を測定せよ、何でもいい、何でもいいですし、どうやって測るといいですというような実験でした。で課題2は風景解析、課題3、自然現象を測定せよ、でこれは半年間かけて何でもいいんですね。私がやったのは何でしたっけ、電波の周波数、自然電波の周波数を測定したんだと思いますけれども、橋のこういう振動数を測った人もいますし、いろんな何でもいいんですね、何でもいいんです。で自分で比較立案して、必要があれば実験予算があって、それを使って、機器開発をして、で測定をして、最後にレポートまとめて発表する、非常に教育的で楽しかったんですね。でこれをうちでできませんかねって言ったら、ちょっとそれは難しいよねってアン先生に言われたんですけれども、なんかそういったやっぱりただ一方的な一方的
に知識を与えるようなものではなくて、こう自分で考えてもらうような、ものをもう少しこう増やせるといいかなというのが、まあ、個人的な印象です。時間ですね、ちょっと、はい、ちょっと取り留めのない話になりましたけれども、以上で一応学生にしてこれは個人的な感想ですけれども、最近の人は最低限の努力で乗り切ろうと、最近に限らないのかもしれませんが、120何単位卒業に必要ですよって言ったら、ぴったりの人が半分ぐらいなんですね。なかなか芸術的だと思うんですけれども、ぴったりであると。で、あとちょっと気になるのが、比較的真面目な学生が結構受動的な、なんかこういう講義をしてくださいとか、こういう練習してくださいとか、私は結構レポートたくさん出す人なんですけど、もっとレポート出してくださいとか、ちょっと考えられないことを、私結構大変なレポート、問題数も大変なんですけど、見るのも大変なんですけど、もっと出せてられるんですね。これ非常に驚きで、全部与えてくれると確かに楽っちゃ楽ですね。自分で勉強する方が難しいですから、我々もこういろいろ求めてくるんだと思います。でやっぱりこうそういった学生気質の変化はありますので、我々もある程度は対応する必要はあるのかなと思うんですけれども、まあでも最終的に自分で考えながら、いろんなことを何をするっていうのを考えながらやっていくのが大事ですので、あまり全部与えるのではなく、今ここ家事を取りながら進めていけるといいのかなというような個人的な話です。以上です。ありがとうございました。どうもありがとうございました。はい、先ほどの秋園さんの話と今の宮崎さんの話、非常にしっかりなさっているというので安心いたしました。それでお二人があえて触れなかったことを一つコメント申し上げます。それは高等学校での教育というのと大学との教育のギャップというのがあるわけです。で、そのために京大の理学部では以前、その新入生を入学式の前にその各教室の先生が意図的に高校で教わっていない種類の話をする。その中で一番人気があってインパクトが大きかったのは、数学の先生が位相幾何学ですね、言葉で言うと紐の結び方の数学というのは絶対高校 その教科書には出てきません。入学試験にも一切出てきません。しかしそれがものすごくその学生に対するインパクトが強かったというのがアンケートで分かりました。私も担当した時に超積論の話をして、ニュートンからラプラスのあたりの話をしました。これも高校の授業ではまず出てこないというの話、そういうある意味でその受験勉強に凝り固まったその学生に食欲を与えるというのは、私その中学に限らずおそらく生物の先生だと同じことを考えると思います。そういう側面というのをもう一つ踏み込んで、考えていただければと思います。はい、ありがとうございます。まあ、確かに例えば私は地学の専門とはいえ心理直感するところでして、摩擦プレート境界、摩擦というと高校は正摩擦動摩擦というのがそうなわけですけれども、その間があるのという話を大学1年生にすると、っていうのはそれ多分そういったことですよね。まあ、そういった機会を何とか増やせるといいかなと思っています。ありがとうございます。他にございますか。競争が激しくて、でその中でこう勝ち取っていくみたいなところがあったと思うんですけど、今現段階で、まあ、最も人気があるというか、まあ、盛り上がっているところだと思うんですけど、まあ、そういうところが多分あるんだと思うんですけど、そういうところっていうのは、逆にこちら側から見るとそこはなぜ選ばれているのかっていうのは見ててどのように思われますか。まあ、なぜと言われるとちょっとわからないんですけれども、まず、学生さんに地球物理に来た学生さんとはそういった話をする機会がありまして、で
まあ、彼ら、まあ、サンプル少ないですから、それが代表的かどうかは分かりませんが、一つはやっぱりノーベル賞効果はあるんだろうと、物理、マスカー先生、それから最近特にその入学式の前に理学部で、新入生オリエンテーションですか、やっておりますけれども、毎年実はマスカー先生のお話をされておりまして、これはかなりインパクトがあるんだろうと思います。であとはやっぱりこう高校で触れない高校で開校されてないということは、まあ、学生にとってはあまり重要じゃないという科目であるというメッセージをイメージを与えてしまっているのでだから大事だったら高校でもちゃんと教えるはずだと。だからそんな重要じゃないんだったら別に自分はやらない。ただ興味がないわけではないと思うね。第二希望ではかなり多いということは、あるいは話をしていても結構寝ないで聞いてるそうなんですね。なので興味があるんですね。興味あるんですけれども、やっぱりこうあくまでもやっぱり第二希望から抜け出せない。やっぱそこには高校で開校できない、あるいは受験勉強で地学を取ると不利である、で受験勉強があるから地学を勉強する余裕はないというのがかなり効いてくるのではないかと思っています。清瀬先生が今おっしゃったそのインパクトの話でいくと、逆に高校ではなかったものであるからこその強みもあるような気もしますし、その高校である場合にどうやって飽きさせずに新たなエネルギーを生み出すかみたいなところの勝負はで戦っている分野もあると思うんですよね。その数学であればその延長でずっと連綿としたものであると思うんですけど、で結局なんかそのたまにその音楽とかで考えるんですけど、曲が素晴らしくてもその歌ってるアーティストのエネルギー次第っていうのは結構たまに思うんですよね。だからそのアーティストがものすごいエネルギーを持ってれば、割とシンプルな曲でもガンと受ける場合もあるし、まあ、逆もあり得るわけですよね。でそこにその例えば、まあ、学問でいけばその大ヒットしたノーベル賞っていう人がバーンと来て、どでかいライブをやるみたいなので集まっていくっていうのもあるかもしれないですけど、まあ、だからそのインパクトをどうやって生み出すかっていうのは、その井上先生もおっしゃったようなやり方もあるんだろうなとも思いますし、そこはなんかそのなんていうかうまくいかないなっていうところにそのエネルギーが詰まってるような気がして、そこをどう開くかなっていうところに焦点があるのかなっていう気がしました。もう一つ私が感じているのは、やっぱりこう学生は教員が研究をものすごく楽しんでやってるとそれは感じると思うんですよ、自分が学生時代にそう思うと。でそれが最近はこう教員が疲弊で見えてるのではないかと。確かに面白い研究はされてるんだけども、なんか毎日それ以外のことで考察されてるところをやっぱ見てるのではないかと思うんですね。だからそこを、まあ、どうしたらいいのか、それは他の分野も同じことなので、我々の医学研究の時なんですけれども、まあまあ、それでも例えば私の身近なところですと、地震学の教授の平原先生とか先生は、はっきり言うと学生に聞くと話は分からんというわけですね。あの先生が言うことは全く分からんけど、面白いということだけは分からん。それはものすごく大事なことだと思って、教員がその面白いというオーラをいかに出せるか、そこにかかっているかなというふうに思います。ありがとうございます。